娘のカツミはソファーに腰を下ろすと、テレビのリモコンを取るよう、長男嫁のユカに指図した。ユカが言われた通りリモコンを手渡すと今度は、ユカさん、肩もんでちょうだい。夕飯の支度が残っていますから。そう言ってユカは、私のいる台所に戻ってきた。お前もユカさんを見習って料理の手伝いをしたらどうなんだ。夫のタカシが叱りつけるように言った。カツミは、ふてくされた笑みを浮かべながら、子供ができないユカさんと違って、私は動けないんだからいいでしょ？子供もろくに産めない女が長男の嫁だなんて、おかしすぎて笑っちゃう。ゲラゲラ手を叩いて笑い出す。陶器の皿にユカが肉じゃがを盛り付け、食卓へと運んでいく。カツミは、いただきますも言わずに、じゃがいもを箸でつまみ、口に放り込んだ。何よこれ、まずいじゃない。一体何を入れたの？ひょっとして、毒物とか？子供が産めないからって、私に嫌がらせしてるんじゃないでしょうね。決してそのようなことはございません。ユカもさすがに我慢の限界に達し、声を荒げて泣き叫んだ。それに何よ、この不格好なお皿は。今時子供じゃあるまいし、こんな惨めなもてなしを受けるなんて不愉快だわ。そう言ってカツミは、肉じゃがが入ったままの皿を床に投げつけたのである。カツミ、なんてことするの。私は心の底から娘を怒鳴りつけた。一体何なのよ。どうしてよそ者の床は大事にするのに、妊婦の私にひどい仕打ちを繰り返すの？この家族どうかしてるんじゃない？お前にとって家族ってなんだ？それまで黙って聞いていたタカシが低い声で問いかけた。私の名前は小清水道夫、64歳。結婚以来専業主婦をしながら農業を営む夫を手助けしている。都会生まれ、都会育ちの私は、大学を卒業した後、大手企業に就職した。だが、都会の中で物足りなさを感じ、長官な田舎暮らしに憧れを抱くようになった私は、20代後半、思い切って会社を辞め、念願の地方移住を決行したのだった。当初の構想では、贅沢はできないまでも、自由気ままにやっていければいいと軽く考えていたのだが、世の中そんなに甘いものではなく、相談できる人間が近くにいないという不安と寂しさから、私の心はもろくも折れ、半年後には都会に戻った方がいいのかもしれないと思い始めていた。所詮、私には都会暮らしが性に合っているのかもしれない。そんな逃げ腰の私を引き止めてくれたのが、後に夫となる、小清水隆との出会いだった。隆は、私がパート勤めをしていたスーパーに、自分が育てた野菜をおろしていた。上質な甘みと、農薬を使わない栽培法で、地元でもかなり人気が高く、彼の作る野菜は、店に並ぶとあっという間に売り切れてしまう。私は、誰からも話しかける彼が羨ましいと思った。そんなある日、仕事が終わって私が帰宅すると、家の前に軽トラックが止まっていた。荷台には段ボールに詰められた大量の野菜。車から降りてきたタカシがニコッと笑って。これ、もらってください。こんなにたくさん困りますよ。いいんですよ。どうせ売り物になりゃしない規格外ばかりですから。自分たちで食べる分には多すぎるし、あとは処分するだけなんで。そうですか。それじゃあ、お言葉に甘えていただきますね。それ以来、タカシは、夕方になると毎日私に野菜を届けてくれるようになった。私はタカシの人柄に惹かれ、出会って3ヶ月で結婚。1年後には、長男、匠が生まれ、翌年には、長女、かつみが生まれた。
そんな子供たちもあっという間に大きくなり、親元を離れることに。私は本音を言えば、たかしの農業を継いでほしいと願っていたのだが、その思いをたかしに打ち明けると、子供たちの人生は子供たちのものだ。親の俺たちが自分の夢を押し付けるのは筋違いだよ。意外にも寛容な態度を見せた。匠は高校を卒業すると間もなく、都会の大学に進学して寮生活。卒業後はそのまま都会の企業に就職して一人暮らしを始めた。一方の勝美は高校生になると悪い仲間と頻繁に付き合うようになり、家に帰る時間も遅くなっていった。そして高校生活もあと一年という時期に、私も都会に出て働く、高校は中退することにしたから、と事前に何の相談もないまま切り出したのだ。ダメだ。お前はまだ子供だ。どうしてダメなの？お兄ちゃんは都会に出ていくことを許したでしょ？たかしは、かつみの目を見ると、深いため息をついて。高校ぐらいは出ておかないと、後々苦労することになるんだぞ。俺はお前のために言っているんだ。だが、かつみは、父親の説得には耳を傾けず、こんな虫だらけで土臭いところ早く出て行きたいのよ。息が詰まるんだよ。そう叫び、家を飛び出してしまった。そして勝美は先輩が運転する車に乗って、誰にも行き先を告げないまま、ふるさとを捨てたのである。その後、都会で働いていた匠が女性を紹介したいと言って戻ってくる。その女性は、ゆかと言って、匠の高校の先輩だった。私もたかしも全く知らなかったが、どうやら高校時代から二人はすでに交際していたらしい。俺たち、結婚しようと思うんだ。そう言って、匠とゆかは私たちに深々と頭を下げた。そんなにかしこまることないだろう。お前の人生はお前のものだ。お前が選んだ女性なら、俺が反対する理由は何もないよ。それを聞いて、匠とゆかは目の色を輝かせて、お互いの手を握り合わせた。匠は結婚後、勤めていた会社を辞めて、ゆかと共に帰郷すると言い出した。本当にいいのか？ここはコンビニも少ないし、何かと不便だぞ。ゆかと二人で話し合って決めたことなんだ。父さんや母さんみたいに自然豊かなこの町で暮らそうと思うよ。もうこっちの運送会社にも面接に行ってきたところだ。たかしは立派に成長した息子の肩をポンと力任せに叩くと、逃げるように自室へと飛んでいった。不思議に思って私が様子を見に行くと、たかしは一人きりでしくしく泣きながら、あいつらには言うなよ、と罰が悪そうな顔をした。息子夫婦の帰郷から数年が経った頃、娘の勝美はどこで何をしているのか、長い間音信不通だったが、あ、お母さん、久しぶり。電話に出ると、聞き覚えのある懐かしい声に、私は思わず涙ぐんでしまった。かつみ？あなた本当にかつみなの？元気？あれから一度も連絡しないで一体何していたの？矢継ぎ早に質問攻めしてしまい、かつみも電話の向こうで笑っている。落ち着いてよお母さん。そんなに興奮すると体に毒だよ。親を勝手に年寄り扱いしないで。それよりあなたの方はどうしているの？今、お腹には子供がいる。もうすぐ9ヶ月になるかな。こともなげに答える勝美に、私は自分の耳を疑った。お腹に子供がいるって、つまり妊娠したってこと？だからそう言ってるじゃん。いちいち動揺しないでよね。
動揺するなって言われても動揺するわよ。どうしてそんな大事なこと今まで黙っていたの？連絡するならもっと早くよこしなさい。私は長年の思いが咳を切ったように強い口調で娘を叱りつけた。相変わらずうるさいな。そんなんだから私は家族が嫌いなんだよ。親の心を全く理解しようとしてくれない和美の言葉に私は呆れてしまった。妊娠したということは娘も人の親になるということだ。それなのに親の心をまるで知らないなんて、このまま母親になるつもりなのだろうか。あなた、親になる覚悟はちゃんとできてるの？そんな態度で子供を育てる自信はある？電話の向こうで、かずみがため息をつく。伝えることは伝えたから、もう切るよ。そう言って、かずみは煩わしそうに、一方的に電話を切ってしまった。なんだって？かずみが妊娠した？私から話を聞いたたかしは、怒鳴りつけるように聞き返した。それで、相手は？どんな奴なんだ？相手の情報に関して、私は何一つかずみから知らされていない。私が聞いても迷惑そうにするだけで、何も答えてくれませんでしたよ。たかしは読んでいた新聞をくしゃくしゃに畳んで机に叩きつけた。挨拶も何もない。どうせろくでもない相手に決まっているさ。それよりあいつはこれからどうするって。何も聞いていませんけど、本当にどうするんでしょう。母親としての覚悟ができているのか心配ですけどね。お前が気にする必要はない。あいつが自分で決めたことだろう。あいつがどうなろうと、俺たちの知ったことか。たかしは吐き捨てるように言って、話は終わりだ。無理やり話題を打ち切った。それから一週間後、巷ではすっかりゴールデンウィーク目前と浮かれていたが、農家にとっては全く関係ない。そんな時、再び勝美から電話がかかってきた。お母さん、私明日そっち帰ることにしたから。すでに決定事項であるかのように勝美が言い、私は面食らってしまう。ちょっと、そういう大事なことはもっと早く言ってくれないと困るでしょ？いい加減あなただって大人なんだからそれくらい。娘が実家に帰ってやると言ってるのよ。それを止める権利が親にあるわけ？口の聞き方は相変わらず学生時代と変わっていないことに、私は目の前が真っ暗になる思いだ。かずみは私の心情などお構いなしに自分の都合を一方的にぶつけてくる。どうせ出産するなら実家の方が安心だし落ち着くかなーと思ってるんだよね。その気持ちはわからなくもないが、私には一つだけ気がかりなことがあった。だけど、実家で暮らしているのは私たちだけじゃないんだよ。匠だって結婚して一緒に生活しているんだし、あの子たちの意見も聞いてみないと。かずみは電話越しに鼻で笑って。そうやって、また私だけを冷遇するつもりなんだ。あの時みたいに、兄貴の意見ばかり聞き入れるなんて、相変わらず最低な親だね。私はそんなつもりで言ったわけじゃ、とにかく家族で話し合ってみるから、この件は一旦保留にするからね。そう言って、私は逃げるように電話を切った。後でたかしにそのことを話すと、たかしは眉間にシワを寄せて。どうせ身の回りの世話を押し付けたいだけなんだよ。あいつの考えていることなんて見え見えだな。今度電話がかかってきたら断れ。予想していたことだが、あっさりと冷たく突き放した。嫁のゆかは控えめな態度で、私なら特に問題ありませんけど、それに身重の体では何かと大変なことも事実でしょうし、私にできることでしたら何でもいたしますけど。それを聞いた匠が顔をしかめて、
あんな奴に気を使う必要なんかないよ。あいつの居場所なんて、もうここにはないと思い知らせてやればいいんだ。と、語気を強めて言い放った。だが、こちらの都合などまるで考えない勝美は、翌日には予告通り実家の敷居をまたいだ。やっぱり実家の雰囲気は落ち着くわね。勝美は我が物顔で居間のソファーに腰を下ろしたが、大きなお腹を見せつけられては、私たち家族も無理やり娘を追い出す気にはなれなかったのである。勝美は家中をぐるっと見回して、ゆかと目が合うと、あんたが兄貴の奥さん？なんだか田舎臭い感じよね。はじめまして、ゆかと申します。ゆかが深々と一礼するが、勝美は目を合わせようともしない。あんた子供は？まだなの？ゆかは後ろめたさを感じているのか、顔を下に向け黙り込んでしまう。代わりに私が二人の間に割って入り、こればかりは天からの授かり物だからね。気ばかり焦ったって仕方ないでしょ。ゆかさんも焦る必要ないわ。だが、私の嫁に対する扱い方が気に入らなかったのか、勝美はさらに声を荒げて。だけど、お母さんがあんたと同じ年の頃には、すでに子供を二人も産んでいたよね。恥ずかしいと思わないわけ？申し訳ありません。ゆかが勢いよく頭を下げて詫びたので、私は慌てて彼女をなだめる。自分を責めないで。焦らずゆっくり時が来るのを待てば、幸運は向こうからやってきますよ。そうやって、お母さんがいつも甘やかしてるんだ。兄貴やその奥さんには優しいんだね。勝美はふてくされた表情で言い放つと、身重の体で、よいしょと立ち上がり。それで、今日から私はどこに寝ればいいの？空いてる部屋なんかどこにもないわよ。あんたが急に帰ってくるなんて思ってもいなかったから。勝美は私の返答を完全に無視して、ゆかの腕を引っ張ると。あんたの部屋はどこ？案内して。ゆかが言われるまま、勝美の体を支えながら自室へと向かっていく。私は、ゆかが何かよからぬことをされないか不安になって二人の後を追う。あんたの部屋ってここ？この部屋って私の部屋じゃない。うわぁ、超懐かしい。その部屋は、勝美が家を飛び出すまで長く使っていた部屋だった。しかし、使う人間がいなくなり、空き部屋となっていたところ、匠の嫁に来たゆかに使わせていたのだ。よし、決めた。今日からこの部屋は再び私のものだから。ゆかさんは今でもどこでも適当な場所を使って。一方的に決めると、さらに勝美は自分の荷物をゆかに持ってくるよう指示を出す。ゆかさん、そこまで気を使う必要ないわよ。ここはあなたのお家なんだから。いえ、お母さん、私に子供ができないのは事実なので、これくらいはやらせてください。ほーら、兄嫁だってそう言ってるじゃん。お母さんが口出すことじゃないよ。和美は、あくびをかきながらベッドに横たわると。荷物お願いね。それと夕飯になったら起こして。見たいドラマがあるから。和美が完全に寝入ってしまう前に、私は気になる質問をぶつける。そういえば、あんたの旦那は？今日は一緒じゃないの？勝美は面倒くさそうに目だけをこちらに向けて。ここで暮らすのは私だけよ。だけど、夫婦なんだし、いつかは挨拶に来るんでしょ？勝美はおかしそうに笑い出した。来るわけないわ、あんなやつ。だって私たち結婚してないもの。私が妊娠したことを知って、あいつ逃げやがったんだよね。こともなげに、勝美が答えるので、私は呆れてため息をつく。随分と勝手な。あなたに母親としての自覚はあるの？
これから生まれてくる子供の親として責任があるのよ。うるさい、うるさい、うるさい。もうわかってるよ。いちいち言うんじゃねえよ。子供くらい私一人で育てるから文句ねえだろ。あんたらには関係ねえよ。物を投げつけんばかりの勢いで、かつみは言い放った。日が暮れるまで、かつみは寝室でぐっすり寝息を立てていた。あいつはまだ眠っているのか？困ったやつだな。たかしは腕組みをしてため息をついている。夕飯の準備を私と進めていたゆかが、慌てて時間を確認して、いけない。かつみさんを起こす約束になっていたの、すっかり忘れてました。そんなこと、あなたが気にすることありませんよ。そのまま寝かせてやればいいのです。私は苦笑して止めたのだが、ゆかは困った顔で。でも、かつみさん見たいドラマがあるとおっしゃってました。それに起こさなかったら、後でまた文句言われてしまいそうですし。それもそうね。ごめんなさいね。ゆかさんにまで気を使わせてしまって。ゆかがかつみを起こしに行くと、部屋からかつみの不機嫌な声が聞こえてきた。うるさいな。せっかく人が気持ちよく寝てるのに起こすなんて非常識だろ？ゆかはひたすら低姿勢で謝っているが、そもそもゆかが謝る道理はないはずだ。部屋から戻ってきたゆかは、まるでかつみの介護をするように歩くのを手伝っている。かつみはソファーにドカッと腰を下ろすと、テレビのリモコンを取るようゆかに指図した。ゆかが言われた通りリモコンを手渡すと、今度は首をぐるっとひねり。ゆかさん、肩もんでちょうだい。自分はテレビを見ながら何もせずソファーでくつろいでるだけだ。さすがのゆかも、これ以上は付き合いきれないとばかりに。夕飯の支度が残っていますから。そう言って、私のいる台所に戻ってきた。本当に、あなたには迷惑かけちゃってごめんなさいね。あの子のわがままに付き合わせてしまって。私は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。前も、ゆかさんを見習って料理の手伝いをしたらどうなんだ？少しくらいなら動けるんだろ？たかしが叱りつけるように言った。かつみはふてくされた笑みを浮かべながら、子供ができないゆかさんと違って、私は動けないんだからいいでしょ？それに今はどうしても目が離せないのよ。そう言って、かつみはテレビから一度も目を離さない。黙って聞いていた匠も、さすがに堪忍袋の尾が切れて。ゆかはお前のお手伝いでも何でもないんだぞ。いきなり帰ってきたと思ったら、お嬢様気取りか？ゆかは俺の嫁だ。二度とあいつに命令するんじゃない。子供もろくに産めない女が長男の嫁だなんて、おかしすぎて笑っちゃう。辰巳が手を叩いてゲラゲラ笑い出す。匠は握り拳を突き上げたが、妊婦を殴るわけにはいかないので、ぐっと感情を抑え込もうとしている。私も本音を言えば、今すぐにでもわがまま放題な娘の方を引っ叩いてやりたい気持ちだった。ゆかが食器棚からいつも使っている白い皿を取り出そうとしたので、私は急にあることを思いついて止めた。それじゃなくて、奥にある新聞紙に包まれたものを取り出してくださらない？ゆかは不思議そうに私の方を見たが、わかりました、と言って、おとなしく私の指示に従った。かつみには特別に、この皿に盛り付けてあげましょう。どうされたんですか？なんだかお母さん嬉しそうですね。ゆかに指摘されて、私は食器棚のガラスに映り込んだ自分の顔を確認する。気がつくと、にんまり目尻が垂れていた。やだ、恥ずかしい。どうしちゃったのかしらね。新聞紙を取り外すと、中から拙い漫画が描かれた陶器の皿が出てきた。その皿に、ゆかが肉じゃがを盛り付け、
食卓へと運んでいく。テレビからちらっと肉じゃがを見た克美は、あからさまに不機嫌な顔をすると。それあんたが作ったの？超まずそうなんだけど。私味にはうるさいよ。まるで料理の審査員にでもなったように、上から目線で言ってくる。人がせっかく作った料理をまずそうとは随分失礼なことを言うな。嫌ならお前が自分で作れ。匠が苛立ちをあらわに言い入った。克美は肉じゃがをじっと観察していたが、一つ呼吸を置いて、いただきますも言わないまま、じゃがいぼを箸でつまみ、それを口に放り込んだ。最初は無表情で食べていた克美だったが、何を思ったのか、突然目尻を吊り上げて。何よこれ、やっぱりまずいじゃない。っていうか、とても人間が食べられるものじゃないわね。口に入れていたものを皿の上に吐き出してしまった。おい、なんてことするんだ。あまりにも非常識すぎるぞ。匠が不作法な妹を怒鳴りつける。だが、克美は全く悪びれる様子もなく。だって、全然美味しくないんだもん。何よこれ。一体何を入れたの？ひょっとして毒物とか？子供が産めないからって、私に対して嫌がらせしてるんじゃないでしょうね。決してそのようなことはございません。ゆかもさすがに我慢の限界に達し、声を荒げて泣き叫んだ。調子に乗ったあゆみは、さらに立ち上がって罵声を浴びせる。それに何よ、この不格好なお皿は。今時子供じゃあるまいし、こんな惨めなもてなしを受けるなんて不愉快だわ。そう言って克美は、肉じゃがが入ったままの皿を床に投げつけたのである。床に強く叩きつけられた皿は、ガシャンと鈍い音を立てて、粉々に割れた。克美、なんてことするのあんたは。ゆかさんに謝りなさい。私は怒りを通り越して泣きたい気持ちになり、娘を心の底から怒鳴りつけた。家中に敵を作ってしまったことで、逆に追い詰められ反狂乱になった克美は。一体何なのよ。こっちは毒を盛られたかもしれない被害者なのよ。それなのにみんなして、私をのけものにして。どうしてよそ者のゆかは大事にするのに、妊婦の私にひどい仕打ちを繰り返すの？この家族どうかしてるんじゃない？何が家族だ。え？お前にとって家族ってなんだ？それまで黙ってやりとりを聞いていた高志が、ぼそりと低い声で問いかけた。克美は目に涙を浮かべてなおも反論する。だってそうでしょ？私は妊娠してるのよ。あんたたちの孫が私のお腹の中にはいるの。それなのにみんなして寄ってたかって、私を邪魔者扱いするなんておかしいじゃない。たかしはゆっくり立ち上がると、かつみの肩に手を置いて。それじゃあ尋ねるが、お前は家族を大事に考えたことが一度でもあるのか？家族の幸せを心から願ったことがあるのか？それくらいあるわよ。だからこうしてわざわざ実家に帰ってきてやったんじゃない。克美は答えたが、その声の調子は明らかに震えている。そうか。それがお前の答えだということはこれでよくわかった。お前はもう家族じゃないということが証明されたんだよ。たかしが冷たく突き放すような言い方をする。どういう意味よ。私が家族じゃないって本気で言ってるの？家族との大切な思い出を何もかも忘れてしまったのか、貴様は。たかしが家中に響き渡る声で怒鳴りつけた。私もたかしと結婚して30年以上になるが、彼がここまで激高するところを一度も見たことがない。あまりの迫力に、さすがの克美もビクンと体を震わせている。なんなのよ、急に大声なんか出しちゃって。バカじゃないの？びっくりするでしょ？お前が今投げつけて割った皿はな、お前たちがまだ幼かった頃、家族で陶芸教室に行って作った思い出の皿だったんだよ。だからなんだって言うの？そんな昔のこと覚えてるわけないでしょ？そうか、忘れてしまったか。お前はな、
その皿に自分が好きな漫画を描いたんだ。周りの大人たちに褒められ、有頂天になったお前は、それを毎日作っていたな。たかしの両肩が小刻みに揺れ動き、目からは大粒の涙がこぼれ落ちる。もういいわ。続きは私が話します。そう言って私は、夫の背中を優しくさすった。あなたはこの皿をとても気に入って、片時も離さなかったわね。覚えてない?何を食べる時も、この皿じゃなきゃ嫌だってわがまま言って。その様子が本当に可愛かった。特に、私の作る肉じゃがが大好きでね。あんたはいつもその皿に盛り付けていたのよ。私はただ克美が昔の素直だった頃の気持ちを取り戻してほしいと思ったのだ。だから食器棚の奥にしまい込んでいた陶器の皿を引っ張り出して久々に肉じゃがを作ることにした。ゆかはただ皿に盛り付けただけで料理したのは私。だが克美はそんな私の思いを何も感じ取ってくれなかったようだ。たかしが克美の腕をぐいっと持ち上げると。今すぐ出て行け。二度と敷居をまたぐな。お前はもう俺たちの娘でも何でもない。さっさと出て行かんか。涙に声を震わせながら、絶縁を言い渡した。待ってお父さん。せめて子供が生まれるまではここにいさせて。甘えるな。お前はもう俺の娘でも何でもない。たかしは怒りをあらわにしているが、その怒りが娘に向けられたものではなく、娘を甘やかして育ててきた自分自身に向けられていることに私は気づいていた。お父さん、無理はいけませんよ。出産間近の体で追い出すのは母体への負担が大きすぎます。さ、その手を離して。それを聞いたたかしの手から力が失われていく。たかしも最初から本気で妊婦の娘を外へ追い出すつもりはなかったらしい。しかし、感情が先走って止めてくれる声を待っていたのだ。それからおよそ1ヶ月後に、かずみは元気な男の子を産んだ。病院から実家に戻り、産後3週間程度の安静期間を得たかずみに対して、たかしは手切れ金とばかりに10万円を手渡す。とめはこれでどうにかしろ。もう二度と俺たちを頼ってくるな。かずみは最後まで文句をだらだら言っていたが、10万円を受け取ると赤子を抱いて実家を飛び出していった。私は不安を抱きながら去りゆく娘の後ろ姿を見つめ、本当に大丈夫かしら。あの子一人でちゃんと子供を育てられるかしら。たかしはふんと鼻で笑い、これであいつも少しは親のありがたみや苦労を思い知るだろう。と吐き捨てるように言ったが、声は震え、肩も小刻みに揺れていた。それから一週間もしないうちに、かずみから電話がかかってきて。お母さん、助けて。子供の面倒を見なきゃいけないから働きにも行けない。10万ポーチじゃ絶対無理。ほら、お母さんたちだって孫の顔見たいでしょ?私もちゃんと反省しているし、そろそろ戻ってもいいかなって。私はともかく。お父さんが何と言うかね。私がちらりと横を見ると、隣で話を聞いていたたかしが首を横に振った。その日の夜、たかしはいつもより早めに寝室にこもり、押し入れの奥から昔のアルバムを引っ張り出しては思い出にふけった。肩を震わせすすり泣く夫の背中に私は声をかける。覚えてる?かつみが生まれた時のこと。あの子が生まれた時、あなた大声で近所中に報告して回ったでしょう。覚えてないな。そんなことをしたかな。それと、かつみが小学校の時、運動会のかけっこでかつみが一等賞になったら、
さすが俺の娘だって大声出して自慢したじゃない。あの子は赤面してたけど。そんな昔のことよく覚えてるな。ねえ、出産直後の女性が一人で子供を抱えながら生活していくなんて無理よ。あの子のこと許してやってくれない？たかしは袖で涙を拭くとこくりとうなずいて。一つだけ条件がある。孫がもう少し大きくなったら家族みんなで陶芸教室に行くぞ。そうですね。それもいいかもしれませんね。私は満面の笑みを浮かべて夫の温かい手を握りしめた。それから3年後、長男嫁のゆかにもめでたく元気な女の子が生まれ、かつみは子供を持つ母親の先輩として積極的にゆかの手助けを惜しまなくなっている。それぞれの子供が少し大きくなった頃、農業を引退したたかしが、母さん、陶芸教室の体験申し込みはもう済んだかな？もう済ませましたよ。だってあなた、毎晩その話ばかりなさるんですもの。孫たちのはしゃぐ姿を見ていると、匠と勝美の幼い頃のことを思い出して、私は思わず笑ってしまう。いくら笑っても笑い足りないくらい、私たちは今、とても充実した日々を過ごしている。